皆さんこんにちは、今日はオール沖縄の沖縄社会大衆党と北朝鮮ということでお話ししようと思います。まあこの政党ですよね、は、現職の国会議員が1名所属する国政政党になります。で、まあ誰かというと宝哲美参議院議員という方が、令和元年9月29日から、現職になります。で、この宝議員が沖縄社会大衆党の、まあ、委員長トップをしてるんですよね。で、まあ、この方が、当選の、まあ、3ヶ月後ぐらいの令和2年1月11日のチュチェ思想新春セミナーに参加されてるんですよね。で、このセミナーは、キム・ジョンウン著作研究会と、キム・イルソン・キム・ジョンイル主義研究沖縄連絡会が共催したセミナーになります。で、まあこのセミナーについて朝鮮民主主義人民共和国を正しく知るためにという、まあ、ホームページで、記事が書かれて、公開されております。概要欄にリンクを貼っておきます。記事タイトルは、自主時代を切り開く、キム・ジョンウン委員長の誕生を祝賀して、チュチェ思想新春セミナー沖縄で開催というね。で、まあ、記事によると宝議員は来賓挨拶で、日本だけでなく世界的な平和の実現に向けて共に頑張っていきましょうというふうにね述べたそうなんですね。というわけで、沖縄社会大衆党はトップが、チュチェ思想のセミナーに参加し、来賓挨拶をする政党であるというね。だからまあチュチェ思想に共感している、しかもね、誕生日を祝賀したということは、まあ、キム・ジョンウンを、まあ、称賛したみたいなね、ことになると思います。で、まあ、共に頑張っていきましょうということで、まあ、要は北朝鮮、朝鮮総連と共同行動するということだと思います。まあ、こういうところにも、沖縄における反基地運動と北朝鮮との密接なつながりが見て取れると思います。では、ご視聴ありがとうございました。